体内的にも非常に心配です。小学生向けの、まあ、教材のような感じがいたしますけれども、これ、NHO の関係団体が作ってるんですね。丸つけたところ、太陽光の短所を一生懸命強調してます。地熱発電の短所も一生懸命強調してます。原子力、すごいすごいと言って、リサイクルもやって、ね、何が問題かは何も書かない。何が問題かも何も書かない。いろいろ対策してるんだね。そして、極めつけがあるんですよ。これ最後のページ。おさらいクイズ。まあよく、親切丁寧にここまでやるなと。おさらいクイズの Q2。太陽光や風力の短所は何？これもう、こうやって子供にすり込むんですか。これステルスマーケティングってやつじゃない？これ。ああ、西村大臣ね、私本当にこれ、原発なんとか、ね、元気にしていきたいって気持ちはあるんでしょう。だったら一番大事なことはね、安全性はもちろんだけども、新潟などでよく言われる、信頼の回復じゃないですか。大臣、そうですよね。これどう思います？この今のちょっとかいつまんで説明したところ。いやー、本当に、どうですか？いやー、本当に、どうですか？議員の皆さん方もぜひこのパンフレットすべて見ていただきたいと思いますけれども、原子力につきましてもですね、この安全性の安全管理がものすごく難しいという点も、10ページ見ていただく、まあ、皆さん手元にないと思いますけれども、これはしっかり、書いております。それぞれのエネルギー源に長所があり、短所がある。この太陽光についても、風力についても、それぞれ短所があるのも事実であります。そうした中で、エネルギーの安定供給と脱炭素化を同時に進めていくために、原子力のみならず、こうした再エネについても最大限導入をしていきますし、さまざま、長所短所あることを理解をしてもらうというためにこれは作られているわけであり、その他に指摘しておきたい点を言いますと、日本が核武装して中国北朝鮮に核攻撃するときに原発で絶えずプルトニウムを生み出しているととても便利がいいということ、自民党は三度の飯よりも経団連の利益を重視しておりますので原発ファーストに考えているのです。経団連に喜んでもらうと、パーティー券収入が増えるんです。この点は強調しすぎても恥じるところがないのです。記憶もあまりない子供たちにね、誤った知識を植え付けさせるのはやめてください。もう少し中立フェアに行きましょうよ。中立フェアに。はい。本当に姑息。そういうふうに思いますよ。ね。それが印象ですから、国民の。これを見た印象。やめた方がいいですよ。提案しておきたいと思います。まあ